こんにちは、ゆきです。今回は前回に引き続いてケーキのマテリアルを作っていきたいと思います。前回はこんな感じのシンプルな単色のケーキを作ったので、今回はこちら側のいちごの模様を作ったり、ケーキの色を少しだけ加えてみたりしていきたいと思います。では早速作っていきましょう。いちごは少しだけ面倒なので、まずはこちらのスポンジと生クリームの方から設定していきましょう。一番下にあるので、まずはスポンジの方から設定していきたいと思います。シフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャと、あとは適当にカラーランプを一つシフトプラス D で複製します。テクスチャ座標のこのオブジェクトからベクトル、係数と係数、カラーの色1とつなげてあげます。色2にもこのカラーランプが欲しいので、こちらをシフトコントロールプラス D で複製したら、カラーと色2をつなげてあげましょう。これで色1の部分がちょっと見えなくなっちゃったんですけど、茶色の部分で、この色2につながれているカラーランプでこの黄色いスポンジ本体のカラーを制御することができます。とりあえずこちらのカラーランプ左右は離しておきましょう。茶色から作るとちょっと見にくいかなと思うので、黄色い方から変えていきます。下のカラーランプ調整していきましょう。左右の色を黄色っぽい感じのカラーにしていきます。ちょっとノイズテクスチャの調整をしてないのでまだわかりづらいんですけど、スケールをもうちょっと大きくしたり細かさを上げていくと少しまだらな感じが見えるかなと思います。では茶色い方も色変えていきましょう。片方茶色っぽい色に、もう片方も茶色っぽい色に。正直こっちはもう本当に範囲が狭すぎるので結構適当でいいかなと思います。こんな感じでカラーを設定できました。では続いて今度この生クリームの方もちょっとだけまだらな感じにしていきましょう。こちらのカラーランプをシフトコントロール D で複製して、カラーと色1をつなげてあげます。あとは白っぽい色にしてあげてください。若干黄色っぽいカラーにしてあげると美味しく見えるかなと思います。ではここまでできたらちょっと難しいんですけど、いちごの色をつけていきたいと思います。波テクスチャのこの部分が X になっているのをどれでもいいので、波テクスチャとカラーランプを選択してシフトコントロール D で複製します。とりあえずカラーと色2をつなげておきます。今回こちらのノードでは左側のいちごの色を決めていきたいと思います。見やすくしたいのでシフトとコントロールを押しながらカラーランプをクリックしましょう。そうすると今こんな感じになっています。完成形のイメージとしてはこんな感じで、外側を一番赤っぽいカラーにして徐々に白く、真ん中だけ少し赤のようなオレンジっぽいカラーにしていきたいと思います。もう少しだけ内側に黒を寄せていきたいので、白を右に持ってって黒も右に持っていって、こちらの黒を赤っぽいカラーに変えていきます。とりあえず仮色をつけることができたら、もうちょっと白と赤の間にオレンジ色っぽいカラーが欲しいので、こちらのプラスをクリックしてこんな感じでカラーストップを一つ追加してあげます。そうしたらオレンジっぽいカラーに調整してあげます。続いて内側にももうちょっと赤い色が欲しいので、またプラスをクリック、こちらにできたカラーストップを右側に寄せていきましょう。あとはそれぞれの位置を調整しながら元の表示に戻してみます。ちょっと輪郭が際立ちすぎてるかなと思うので、スケールを小さくして、こちらのカラーストップそれぞれを右側に寄せて、位相オフセットで位置を調整していきます。ちょっとスケール小さくしすぎましたね。スケールが小さい方がよりこの輪郭がぼやけた感じに変わってきます。
このサイズのカラーランプだとちょっと操作しづらいと思うので、こちら横に伸ばしてあげて少しずつ位置を調整してあげると少しは楽に操作できるかなと思います。まあだいたいこんな感じですね。あとは白がちょっと白すぎるので、もう少しだけ暖色にしていきます。カラーも適当に変えてあげてください。こんな感じでいいかなと思います。では続いてこちら側にもいちごのカラーをつけていきましょう。まずは波テクスチャとカラーランプ選択してシフトコントロール D で複製します。ちょっとごちゃごちゃしてきたので少しだけ整頓していきましょう。ではこちらで調整していきたいと思います。こちらのカラーランプの表示にしてもいいんですけど、さすがにこれだと位置が分かりづらいので、カラーとこちらの RGB ミックスの色2をつないでおきます。 ISO オフセットを調整していきましょう。ちょっと幅が足りないみたいなのでスケールを大きくしていきます。また ISO オフセットで調整しつつ、ちょっと縦のライン歪みすぎているみたいなのでまた調整してあげます。こんな感じでいいかなと思います。ではこの2つを合成していきたいと思います。どれか RGB ミックス選択したらシフトプラス D で複製してあげましょう。両方ともカラーランプを色1と色2につなげておきます。こちらのカラーは RGB ミックスの色2につないでおきましょう。このままだと係数変えてもこんな感じでどちらかが明るくなってどちらかが暗くなってしまいます。今回は明るい色を合成していきたいのでミックスの中の明るい方を選択します。係数を1まで上げてあげるとこんな感じで両方ともこの真っ赤の色よりも明るい色がすべて合成される感じになります。こんな感じでいちごのカラーも完成しました。前回の単色のものよりも少しだけリアルに変わってきたかなと思います。あとはですね、このイチゴに対してもう少しだけまだら模様をつけていきたいと思います。こちらの RGB ミックスと RGB ミックスの間にもう一つシフトプラス D で RGB ミックスを複製して入れてあげます。ミックスをオーバーレイに切り替えてノイズテクスチャをこちらから拾ってきてあげます。シフトコントロールプラス D で複製して、係数を色2につなぎます。あとはスケールを調整しながら、係数も調整しつつ、まだらな感じの模様をつけていきましょう。だいたいこんな感じでいいかなと思います。こちらがない時よりも少しだけまだらな模様ができて、なんとなくリアルっぽいかなと思います。ではまたノードを整理してあげて、こんな感じでいいかなと思います。今回は前回のノードにこのノイズテクスチャとかカラーランプをつなぐことによってスポンジや生クリームの部分は少しだけまだら模様な感じに、いちごの部分は波テクスチャとカラーランプを使うことでこんな感じでグラデーションをつけたいちごの断面っぽいカラーにしてみました。
次回はですね、ディスプレイスメントとこんなボロノイテクスチャやノイズテクスチャを使うことによって、こういうスポンジの穴だったり生クリームの少しだけボソボソとした質感を作っていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。